これはこれは。では、そなたの心当てを聞かせてくれぬか。何者が首謀者であると？ほう、そなたはそう考えるか。サザントスよ。教皇の名のもとに命ずる。選ばれし者と共に、首謀者とおぼしき者を調査するのじゃ。ほう。で、そのおぼしき者とは？その者の名は、タルセット司教じゃ。彼が仕えるエンバーグローではタイタスの死後、上人が失踪し、狂人となり見つかっておる。選ばれし者の調査が、タルセット司教と国費のつながりを示してくれた。国費。エンバーグローの調査は、タルセット司教自らの要請じゃ。首謀者とおぼしき者が。罠の匂いがしますな。サザントスよ、これは危険な任務じゃ。聖火騎士ロンドを同行させよう。不要です。半端な助けは足かせとなりかねません。そう言うな、サザントス。あの若者にはそなたの炎を継ぐ素質がある。未来永劫、我らは指輪を守らねばならん。
そなたの後にも誰かがその役目を継がねば。そこまでおっしゃるなら受け入れましょう。調査の経過はなかなか尻尾をつかませませんね。煙をつかむような話ですよ。手がかりを求めて。用心せよ。くれぐれも気づかれるな。ま、やりますよ。じっくりとね。さすがですね。今度は無言でやったのに。不意をつかねば不意打ちとは言わん。気が重いぞロンド。余分な荷を抱え任につかねばならぬとはな。申し訳ありません、サザントさん。ふつつか者ですが、何卒ご鞭撻のほど。それはそちらの者に言うのだな。あなたはまさか選ばれし者。大陸の支配者たちを退け指輪を封印したあの。いかにもこの調査に同行願っている。何をにやけている。二人の英雄にお供できるのですから。任務中にヘラヘラ笑うな。それと私に付き従うのなら首市長と呼べ。申し訳ありません。足かせになるようなら即刻帰らせるぞ。なりません、首市長殿。選ばれし者よ。教皇から聞いての通り重要な任務に向かう。そなたの力を今一度貸してくれまいか。礼を言うぞ、選ばれし者よ。あなた様がご一緒なら心強いことこの上なしです。そのお腕、間近で勉強させてください。大いに学ばせてもらえ。さて、行くぞ、エンバーグローへ。どうしてエンバーグローへ？
地で起こっている事件の調査に。私たちは聖火騎士です。タルセット司教を訪ねてまいりました。司教は教会におります。よければご一緒に。向こうだ、行くぞ。大丈夫か？父さん。おお、神よ。助けて。ミサ、私の後ろへ。師匠殿、ご無事ですか？私より敵を見ろ。来るぞ。説得は無理そうだ。トリプルバースト。今楽にしてやる。ただの一の矢の失敗は二の矢の成功ってな。あなた方は。サザントスと申す。ありがとうございます。オブナ。国費。教会への圧力でしょう。おお。タルセット司教。ようこそおいでくださった。聖火主司教殿。はい。
ありがとうございます、聖火首司長殿。凛雄、頼みます。首司長殿。タイタスの意志を継ぐ者、ロンド。はい、首司長殿。あの赤い雪が町の人々の心を絶望に染めてしまいました。私もベルノートをなくし、望みを失いかけました。でも、そんな時、フィナさんに誘われたんです。タイタス大聖堂の神官として、復興を手伝ってほしいと。それで、お力になることにしたんです。この手で少しでも人々の心を明るくできたらと。その昔、聖者クラキアが聖火を大陸に灯したように。ごめんなさい、退屈ですよね、こんな話。あなたは温かいです。あ、凛雄姉ちゃん、今日は何作るの？シチューよ。後でいらっしゃい。